いや、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、急に来ちゃいました。いい、うわ、また来ちゃった。もう勘弁してくれる、暑いのに。暑いですね、今日も。本当に。あれ、今日、社長さんはいないです。整形もしかして。整形しに行ったんだね、多分。ちょっとお出かけ中です。ああ、今度は何やりに行ったんだろうね。まあ、上から多分来て、今度は徐々に下に。あ、今だったらあれだね、多分、お腹の脂肪吸引かなんか行ったね。ね。もう多分。だいぶ男前になりましたもんね。どうですか、実際でも社長のあの顔見慣れましたね。見慣れたけど多分全然だね、まだまだ全然勝てんね、俺にはまだ追いついとらんね。いや、今だけでもあれってもしかして医療ミス。いや、どうですかね。で、今日はとりあえず、はい、この胸瓦の下の漆喰を新たに塗るんだけど、はいはい、この胸のこの今やったらこの白いこの漆喰っていうんだけど、はい、これをまあ古いやつをまず剥がします、はい、剥がして新たに漆喰を塗ります。でこの剥がさないと新しい漆喰がこのまま古いやつの上に塗るとまたすぐ剥がれてきたって一緒のことが起きるんで、はい、この漆喰っていうのはこの昔のこの泥、ここに今見えると思うんだけど、はい、この泥を抑えるために塗るんだけど、はい、こうやってこれを全部こうやってこれを取ります。結構出てる、うん、これはまあ剥がれるんだけど、この1段目のこの幅がチリっていうんだけど、はい、これもチリっていうんだけど、はい、この幅のことを、はい、ここの今この幅よりも漆喰や泥が広く出ちゃっとると、はい、こっから雨入りやすいですよね。これそうですね、こうやって雨がこうやって流れてきて、はい、ここに侵入するもんで雨が、はい、で仮にこれがもしこの辺にあったとしたら、はい、ね、この辺にあったとしたら全部雨で全部こうって流れてきちゃう。なもんでなるべくこの古いやつを取るときにここよりも中まで土を掘って、ああもうそのそうなんていうかつなぎ目みたいな、そう絶対に雨が当たらないところでまで掘って、はい、古いやつを取ってで新たにでまず全部こうやって外していかなかったね。だから作業自体はどのくらいの時間かかるんですか。まあでもまあこれ今日やるのが大体まあ 20m ぐらいなんだけど、はい、塗る面が、はい、まあ大体1日1人で1日あればできるみたいな。できますね、うん。まあ、今はほとんどね、新築だとかそういうのは漆喰ってあんまり使わないけど、はい、まあ、漆喰はまあ部屋の中でも白壁とかあるじゃないですか、はい、まあ、あれと一緒ですね、はい、要は石灰石かな、石灰だもんで、はい、それをまあ水で溶いて白砂入れて油入れてで混ぜたものを今日会社で作って持ってきたんですけど、はい、でそれをもうこれを剥がしてから全部新たにきれいに塗っていきます。でも漆喰なんかは結局家の中でもし使うんだったら、はい、カビだとかね、はい、ダニとかそうやって抑える効果もあるっていうぐらい、はい、そうなんですか。そうです、そうです。だから梅雨時とかだともう白壁だと湿気も抑えるし、はい、ね、だって昔はね結構白壁の家とか多かったですもんね、部屋の中とか。ああ昔ながらのなんか素材というか。そうですね、はい、だから日本は四季があるもんでね、まあ、結構理にかなっとるというか、はい、結構いいですよね漆喰って。結構でも少なくなってきますよね、やっぱり。そうですね、まあ、こういう仕事がないですからね、あんまり。だからこういうやっぱ日本瓦っていうのはやっぱメンテナンスがすごい大事だから、はい、あれね、定期的にまあ専門の人に見てもらって、はい、ちゃんとメンテナンス、人間と一緒で社長の顔と一緒でメンテナンスをして長持ちさせるという。社長の顔のメンテナンスは医者の人に頼まないといけないですけど。そうですね、瓦のメンテナンスは北野さんに頼む、まあ、そううちそうですね、屋根の医者だもんで。あれエリア的にはどこまでやってるんでしょう。エリアはもうどこでも行きますよ。あ、どこまで行きます。はい、ってことは、まあ、愛知県なんか端から端まで行きますし、まあ岐阜もそんな遠くないですからね、はい、岐阜も行きますし、三重県も行きますし、はい、屋根で困ったことがあれば北野さんに相談すれば。そうですね、屋根で困ったら行ってください。問題ないってことですね。問題ありませんね。最近ちょこちょこ見てるんですけど、チャンネルを。うちの動画見てるんですか、はい、あ、アンチだねカメラマンさん。違いますよ、いつも楽しく見させてもらってる。あ、本当ですか、はい、え、見てますか。見てます。あれなんか見られたらまずいもんあったかな。某丸西くんがチラチラと。あ、見られちゃいました、はい、あれまずかったかな。いや、まずくないです。元気な姿が見れたんで。そうですね、
まあ、なんか塗り替え屋さんで、まあ、を辞めて、まあ、僕らもやっぱ現場でちょこちょこ会ってたんで、ね、やっぱり応援したくて、はいね、やっぱそのまま付き合いもつながりがあるんだけど、はい、そうですね、まあ、たまに動画出てもらいましたね。寺西君のおかげで、まあ、塗り替え屋さんのおかげもありますけど、動画伸びちゃいましたね、ちょっと。いやでも、元気な姿見れました。そう、元気ですよ。すごい頑張ってますし。結構本当に塗り替えの視聴者さんでも、寺西君のこと気になってる方多い。まあそうでしょうね。あんだけ人気があったんで。ちょっとびっくりしましたね。そうですね、まあ、寺西君も、ねまあ、塗り替えさんのことは感謝してましたしね、はい、すごくね仕事も人当たりも良くてねすごいいい子ですもんね寺西君は。まあでも頑張ってやってますよ今。なんで気になる方はあの北野さんのチャンネルの方ちょっと見に行っていただいて。まあ、塗り替えさんみんないい職人さんばっかりですからね。本当に凄腕そうです、ね、レジェンドとかがいっぱいいるんで。そうですね、管理の人もみんないい人ばっかで、はい、北野さんにも屋根関係で毎回のようにお世話になってるんで、はい、そうですね。まあ北野川原店はまあ結構塗り替えさん初期の頃からの付き合いなんで、はい、実際もうどのくらいになってくるんですか。塗り替えさんがまだ従業員が3人4人とか、はい、まあ、その頃からの付き合いなんで、まあ、10年は経ってると思いますよ。本当に初期の初期の頃からですね。まだ社長さんが多分ああいう顔じゃなかった気がする。多分交代したんですかね。10年経てば人は交代しますよね。そうですねそうですね、やっぱりメンテナンスを繰り返してここまで来たんじゃないですかね。いろいろメンテナンスとアップグレードを重ねて、はい、そうですね。これ僕であと殺されるかもしれないですね。まあ殺されてください。僕はあまり合わないのそれだけなんで。わかりました。はい、なんでまあねよろしくお願いします、はい、ね。まあ今からちょっと今めくったところをちょっと塗ってきますんで、はい、でまあ今からこのコテで、はい、つるごてでこれが会社で作ってきたですね。低いっす。そうですね、まあ、白砂だとかいろいろ混ぜて塗ってきました、はい。コテ跡を残さずに、あすごいな、こうやって、ね、あそうやって掃除しながら、掃除しながら、まあ、職人によってまあいろんなコテがあるんだけど、はい、まあ、俺はこの右手用左手用で、あ使い分けてる感じ、うん、ね、これ普段は本当は売っとるやつは既製品はこれここがまっすぐなんだけど、はい、わざとぐーっと曲げたんすか。曲げて曲げることによってこの上の方までちゃんと塗れるんで、こうやってそう、まっすぐだと多分ここしか塗れないですよ。伝えちゃうみたいな。そう市販のものでも自分なりに改良してって使いやすいですね。簡単方に見えるから結構やっぱ難しくて、はい、ね、まあ、塗った時に本当にさっき言ったようにここより中に入れないといかんし、あ、はい、そういうことも考えないといかんもんで、やっぱね、まあ、持ち屋は持ち屋というか専門の人、そうですね、プロに頼んだ方がいいと思いますよ。ただこの全部本当に古いやつ剥がさずに塗っちゃう業者さんもいるんで、あいるんですかそういう人、うん、でも古いやつ剥がさずに塗って、うん、あの剥がれた時って全部その古いやつも一緒にまとめて、うん、多分剥がれてくると思いますよ。ただこの漆喰がないからといって、はい、絶対に雨漏りするわけじゃないんで、仮に今これ俺が剥がしたけど、はい、まあ別にこの状態でも雨が絶対に漏るとは限らないですね、はい、ちゃんとしっかり泥も入ってるし、はい、大丈夫なんですけど、はい、ただ泥なんかこのままだとどんどん削れてっちゃうんで、はい、雨や風だそういうのでね、はい、でまあこれしっくり押さえたりもするんだけど、はい、補強材みたいな感じ、まあそんな感じで捉えてもらった方がいいですね。うん、でもやっぱりないよりはあった方がいい。ないよりは、まあ、絶対あった方がいいですね。絶対あった方がいいですね。ただこうやって塗って、はい、まあ何年か数年経って、まあ、1年2年ボロボロになるわけじゃないんで、はい、ただこの漆喰がどんどん、まあ、カビだとかそういうのも吸収するんで、はい、それでまあ色が黒くなったからといって、あこの漆喰はダメだとか、はい、この漆喰が今黒いから雨が持ってますよってことは絶対ないですよ。どうしてもやっぱこんなの黒くなってきますんで、はい、だからやっぱり上手に施工してあるところは、はい、この漆喰が結構奥なら奥の方にあるお宅に限って結構昔から全然崩れずにずっと漆喰持ってますよ。ああ奥までもきっちり詰め込んである。そうです。さっき言った、ね、はい、この原理を分かっとれば、はい、その結構長持ちします。なので今日この今ダイブで取ったやつを取って泥をちょっと掘ってやったんでだいぶ持つと思います、はい、おお、うん、多分こういうことはね説明しないとわからないと思うんで、まあ、昔はもう僕らもそうだけどずっとこういう工法をやっとったんで泥を置いて、はい、泥で積んでっつって言って、うん、だって泥も昔はこうやって、はい、もう剥がしちゃうけどこうやって泥拭きって言ってこの泥で一枚一枚拭いてあるんですよ。はいはいはい、うん、これ全部こうやってねこんな感じで、うん、
あ、でも結構残ってますね、こうやって見る。残ってますね、だからしっかり、ほんで泥の量もちょうどしっかり入っとるんで、はい、結構きれいにやってると思いますよ。前の業者さんはここはきれいにやってあると。そうですね、これをお着やる業者もいるってことですもんね。はい、おるかもしれないですね。北野さんのところはそんなことしない。完璧ですね、はい。まあ、多分お着してたら、まあ、多分社長が切れてますね。そうですね、まあ、うちの社長、まあ、北野くんがね、今までずっと長い付き合いでちゃんとやってきてくれてるんで、今があると思いますよ。そうですね、またちょっと北野さんいるときにその辺の話も。そうですね、今北野くんもね、ちょっとダイエット中で中なんですか。うん、はい、お腹の脂肪吸引に今日も行っとるもんで。マジですか。そうですね、もしかしたら社長と一緒のとこ行ってるかもしれない。多分一緒じゃないですかね。まあ、とりあえず暑いでコメダでも行きましょうか、あそこの。あ、行きますクリームソーダでも飲みに行きましょう。あの長靴に入ったやつ飲みに行きましょう。確かそこのコメダ社長のつけでいいもんね、あの会社の。あ、じゃあいいですね。うん、行きましょう。社長につけておきましょうか。うん、もう暑いでやっとれんで早く行きましょう。はい。